志摩市のほっぺけ丸さんにやってまいりました。本日ご同行いただきます台湾の宮沢さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。宮沢さん、なんかこう念願のほっぺけ丸さんどうやって来れたということなんですけどなかなかね、船長のテクニックはもちろんのこと、マイクパフォーマンスとかも含めて、今年もカワハギはかなり有名みたいなので、カワハギといったら宮沢さん、宮沢さんって言ったらもうカワハギですから、はい、このね、カワハギ教えていただいて釣りたいと思いますので、宮沢さんもバッチリ釣ってください。頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。おー、来た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 、はいはいはい、あ、来た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 、うい、イエーすごい、やっぱり芝のカワハギすごいね。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー海上釣り堀さだまるでは、美味しい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。サラマル最高。はい、今回使う餌なんですけれども、特選カワギアサリの激うま、まあ、軽く海水で洗っていただくトレーの中に使う分だけまず入れていただいて、水管、ベロ、綿、こんな感じで極力丸く、快適カワギ仕掛けの極寒っていって、すごく短いですよね、全長が。針はスピード早掛け系の7号の10センチのハリス、ロングハリスで使っています。で、中重りを2つ打ってます。1個はちっちゃい 0.5 号と上は1号、はい、あとこのひらひら周期をつけて、はい、MV 仕掛けって言って枝目張りの間隔がこうやってずらせられるんですよ。 1.5 号の2枚、トータル3号の周期でやってみてください、はい。いや、念願の。いやー、わかる。下からね、60センチ。船長はすごいなんか細かくアナウンスしてくださる、しっかりとね、アナウンスしてくれるところはまず全国ないんで、トラギスとかベラにまず餌取られないように、一回持ち上げてこんな感じでゆっくり揺らしながら揺らしながら揺らしながらトンとついた。まあ、カワギは基本底重視ということで、重りトンとで、当たりをちょっと待って、当たりがなければ持ち上げて、下から40センチ。一回ゆっくり誘い下げる。おー、来た来た来た。はいはいはい。さすが。はい、ごめんでした。これこのまま早めにもう一枚行きましょうか。あ、これ最初にパラパラっといきますよ。うん、ほら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 、もう浮かさずにボトムをつけといた方がいいんですか？そうです、重りトントンからちょっと止めるぐらいの感じ。餌ないかな、見てみよう。もうちょっとだ。もう私はこんなんですよ。そんな中宮沢さんは釣れる。宮沢さん、もうちょっとしっかり誘って止めるみたいな。ちょっとはっきりちょっと きつめの誘いをしたら、やったー、やったー。やっぱ誘いがね大事ね、弱いって言われたからきつめの誘いをして、そしたらもうクッと入ってきます。餌取られてる時はやっぱりしっかり動かしたら本当ですね。
釣ったカワハギをですね、より美味しく持って帰るのに締めます。エラのところから刺したら口の方にこんな感じで抜いてください。でこれ生きてればこのままちょっと泳がしとく、泳がしとくことでどん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 血が抜けてくれますから、神経締めは自分はこの鼻の穴からですね入れてあげて、これでもうカチカチになってます。でクーラーボックスの氷の中に入れておいてあげると。今回ちょっとロットを変えました。極A レッドチューンの NMC っていうタイプですね。メタルトップならではの細くて長いね穂先を持ってます。ガイドは全部 AGS のガイドですし、リールシートもゼロシートと持ちやすくて操作性も良くってより当たりも出る。そしてリールはアドミラですね。マグブレーキを搭載されているですね、本当バックラッシュの心配なくフルキャストできる。そしてドラグ力も 4.5kg、 そしてドラグクリックもねこんな感じで出てるので、まあ、正直カワハギからですね他小物釣りこのエリアでもかなりこの1台あればいろんな釣りに使えると思います。このタックルを持ってればもうカワハギは正直いただいたようなもんよっていう宮沢一押しです。叩いて今のねいい当たり出ましたね。あれは MC じゃないと出ない当たりですね。はい、やりました。おっしゃー、ちっちゃいコツって当たり、はいはいはい、やりました、やりました。ていさん、これ竿を変えてみましょう。一回絶対こっちの方が当たり分かりやすいから、はい、これはラトルの中森です。これもたるめる役割ですね。これはね寄せ玉エビフレーバーがついてて、さらに匂い付きで竿を変えていただきます。86m 持っていきます。本当ですね、なんか当たってるのが分かる。ちょっと今まで出なかったブルブルの震えるような当たりが、もうすぐ繊細な当たりができました。おー、来ました。おっしゃー、ナイス。宮沢さん、すごい来ました。いやー、でかい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 、うぇー、すごーい。サクさん大成功。この玉すごいです。来ました。おっしゃー、イエーイ、はい、ナイスナイス。いやいやいや、やっぱり島のカワハギすごいね。ね、サイズも良くなってきましたし、サイズもう22歳から、とにかく元気です。元気です今回僕たちが使った仕掛けですけれども、カワハギワンデーパック SS ということで、1日、たっぷり使っていただけるように仕掛け2セットと替え針が10本ついているセットになってます。スピード系でしたらパワースピードの 7.5、フック系でしたらネオフックの4から 4.5 あたりが、このあたりのおすすめサイズとなっております。ぜひ使ってみてください。今回メタリアカワハギは4アイテム出てます。で朝使ってたのが S の MH って一番柔らかいタイプなんですね。その柔らかさを利用して違和感なく吸い込ませて掛け合わせるような調子。そして M と MH、 この2本はオールラウンダーですね。そして今僕が使っているのが MHH ということで、もうワンランクパワーがあるんですね。重りも30号でっていうと、どうしても柔らかい竿だと仕掛けをしっかり踊らせられない。いずれも穂先はメタルトップ、非常に目にも出るし金属の穂先なのですごく手に響くんですよ。穂先部は AGS のガイドがついてて、より感度が増してると。メタリアシリーズ4アイテムは全部2ピースになってます。ダイワのテクノロジーで V ジョイントアルファという技術があって、非常に曲がりもよく携帯性もよくって、しかも感度もいい。すごいのがですね、 S の MH だとね、自重 65g ですよ。もちろんリールシートはゼロシートということで、
パーミングしやすくて、カワハギ釣りには本当にトリガーの位置もここすごくいいですね。極限に負けず劣らないスペックにバージョンアップされてますから、ぜひぜひ皆様も試してみてください。やっぱクッションあった方がいいですね。午前中はスピードの7使ってたんですけれども、ちょっとカワギのサイズが大きくなったので、この上の 7.5 を変えました。水深も深くなって当たりも出にくくなったので、アリスの長さも10センチから8センチちょっと短めに変えてみました。うん、おいしょ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 、おお、あ、7、なー、なにこれこのクイック針外し非常に便利です。針のところまで持ってきてあげて押せば、ベラのねトゲトゲに触らずに外せます。わー、そこは届きますよわーわーとか言うよし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 はい、やりました。ダー、カリがね、面白いよ、カワハギ。いいこと、いいこと。おい。レグイになってきました、選手。おい。おお、当たった。当たってたら落とさせてくださいね。おおおお、ダブルや。もう入れ食いになってきたね。さすが。島、最高。お疲れ様でした。宮沢さん、いつものように釣っていただきました。いやいやいや、フィールドが良かったです、やっぱり。ないです。で、まあ、状況に合わせて私もあのレッドチューン、はい、お借りしたんですけど、もうすごい、もうめっちゃいいですよ。で、超過バーンと来ましたね。木にね、やっぱり状況に応じたタックル選びって感じだなと思いました、はい、ぜひ皆さんもダイブさんのタックルを使っていただいて、カワハギ釣りを楽しんでください、はい、いつぐらいまで。芝の方が暖かいので、はい、水温も高いので春まで楽しみ、ね、ほっぺけまりさん、はい、本当にいろんな釣りをされるんですが、実はですね、私たちが今乗っているのは、じゃーん、新艇でございます。素晴らしい船、ぜひ皆さんもほっぺけまりさんお問い合わせいただきまして釣りを楽しんでください、はい、ということで今日は台湾から宮沢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。